あいうえおです。無事に最終日が終わって今日お花をいただいてきました。紫色が好きって言ったら本当に紫色のお花を用意してくれて、同期が手配してくれました。なんか本当うちの壁にぴったりな色、これが退職コーデ決定版。でも本当にお花との色合いもぴったり合ってた気がする。で今日最後にみんなにお世話になりましたって挨拶してお菓子を渡したんですけど、やっぱそのお菓子は私としてはグミにしたいっていう気持ちがすごく強くて、今回選んだのもグミにしたんですけど、プレゼントとか手土産とかに最高なグミなので、何日か前にそのグミの紹介動画撮っといたやつがあるのでご覧ください。もうちょっとバラバラに買ったから出ちゃってるんですけど、こちらです。ちょっと分かりにくいんで机に並べていきます。ババーン、熟入り。どれ？すごいよ、もうお店みたいになってる。ピュレショコラティエです。並べてみたら結構すごい量になりました。28個と自分でレビューするように1個追加で買ってます。あとこれなんですよね、これセットなんですけど、甘露って飴屋さんなので、こういうおしゃれな缶に入ったキャンディーとセットで売ってるやつです。フルーティーアロマノド飴って言って、パッケージにゆりかもめの絵が描かれています。ハニーとレモンの味の飴なんですけど、東京限定で販売しています。もうずっとポンコツだったからね、特にお世話になった人にあげようと思ってます。一粒甘露は甘露飴とかピュレグミとか作ってる甘露の直営店なんですけど、飴をあげる楽しさともらう楽しさを作るっていうコンセプトでやっていて、プレゼントとか手土産とかにぴったりなちょっとおしゃれでいいグミとかキャンディとかを売ってるお店です。一応オンラインにもショップはあるんですけど、店舗は大阪と東京とあります。今回選んだのはピュレショコラティエのレモン&ホワイトです。味の展開は他にもグレープ&ホワイト、ストロベリー&ビター、それから中にジュレが入っているジュレインのものもあります。夏ということで爽やかなレモン味をチョイスしました。内容量は 39g で580円でした。7月の頭に買ったんですが、賞味期限が11月の8日なので、だいたい4ヶ月くらいの日持ちがあります。この中身は個包装のグミが入っていて、全部で9粒入っています。フルーツの絵柄が書いてあるんですが、デザインが微妙に違うというところもポイントです。では中のグミを見ていきます。レモン味のピュレグミにホワイトチョコレートがかかっています。ピュレグミはハート型のグミで、周りに酸っぱいパウダーがついています。爽やかな甘酸っぱさが楽しめるレモン味です。ホワイトチョコレートはベルギー産のチョコレートを使っていて、一つ一つ丁寧にコーティングをしています。チョコレートのかかり方に差があるのはそのためです。グミとチョコが一緒になった商品って今までもいろいろあったんですけど、そのほとんどがチョコの味の方が強くて、グミはほんのり味がするだけっていう程度なんですけど、ピュレショコラティエはチョコがけが半分なのもあって、チョコがグミの風味を際立たせてくれている絶妙なバランスなんです。甘酸っぱいグミとホワイトチョコレートの甘さのマリアージュは上品な味わいで、グミは子供のお菓子だなんて考えはもう古いんだなと思わされます。ピュレショコラティエは革命です。頑張った自分へのご褒美だったり、ちょっとしたプレゼントだったり、東京土産、大阪土産にするのもいいと思います。